ワールドカップ、勝率0%からドイツ撃破。ワールドカップ、10戦目で初の逆転勝ち。森安ジャパン世界へ衝撃。FIFA フフワールドカップ、ワールドカップカタール大会。日本代表2の1ドイツ代表。3日1次リーグ E 組第1節カリファ国際スタジアム。日本がワールドカップ初の逆転勝ちで、世界に衝撃を与えた。試合開始からボールを支配される一方的な展開。 押し返すことができないまま、前半33分に PK で先制点を許した。ワールドカップでは先に失点した試合では過去9戦7敗に引き分けで勝率0%。ましてや相手は優勝候補のドイツ。このままの流れが続くかと思われた後半に流れを一変させた。ハーフタイムにチャンスの時に決めきれるように準備して選手に粘り強く戦ってほしいと思います。と語っていた森安監督。 DF 富安を投入して3バックに変更し、次々に攻撃的な選手をピッチに送り出した。後半30分に FW 道安のゴールで同点に追いつくと、後半38分には右サイドから切り込んだ FW 浅野が角度のないところから豪快にネットを揺らして、逆転に成功した。森安采配が見事なまでにはまり、ロスタイムの7分間も粘り切る。 初出場した98年フランス大会からワールドカップ10試合目にして初の逆転勝ちは世界にこれ以上ない大きな衝撃を届けたセルジオエチゴドイツに追い込まれて思い切った森安監督早い FW ボンボンを入れてそれが幸い FIFA ワールドカップワールドカップカタール大会日本2の1ドイツ1次リーグ E 組23日ハリファ国際競技場大金星だね ドイツが疲れてきたところに若くて早い FW たちをボンボン入れて、それが幸いしたね。前半を見たらボロボロでどうなることかと思ったけど、ドイツが攻め疲れしてきたのも日本にとっては有利に働いたよ。森保監督は負けていて追い込まれていたから、3バックという思い切った策に出られたんだと思う。3バックにしてもっと攻撃に行かないといけない。 早く追いつかないといけないという状況だったからね。勝利はおまけだけど、なんとか引き分けにできればという意味で3バックにしたんじゃないかな。それによって早い選手が入ったことでカウンターが生まれてきた。それが得点につながった。前田が前半で浅野が後半というリレーをやって、前線の選手が体力的にも十分だった。予選もそうやっていたし、それが今日はうまく当たった。わかりやすいよね。 守りに多くのベテランを選んで後ろに置いて、前線では若い選手がリレーで登場してスピードを上げる。そういうのが当たったね。ただ、前半ゼロの2になっていたら結果は変わっていたと思う。相手のシュートがゴールポストに当たったり、月もあった。金星にはそういうラッキーな部分もあるものだ。まあ、よかったよ。一戦目に勝ったから、だいぶ決勝トーナメントに進める可能性は上がったと思う。ただ、 日本は今日かなり消耗したよ。ドイツだってまだ残りの試合で上がってくる可能性もある。これから得失点差も影響してくるかもしれない。だから2戦目のコスタリカ戦がとても大事になってくる。1試合に勝っただけでは何とも言えないということを肝に銘じてほしい。日韓スポーツ評論家ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。